はい、投資信託を考える第34回ですね。ここのところ、リートファンド、海外ものを中心に、まあ、米国リート系と、グローバルリート系の純資産残高の多いものからですね、6銘柄ぐらい、紹介してきました。6かな ?5か。台湾が同じ、中身のもの、ほぼ同じ中身のものが2つあるんで、まあ、言ってみれば6銘柄。まあ、実質5個ぐらいなもんですけど、5回に分けてですね、やってきましたが、まあ、だいたい純資産残高5000億以上ですか。5000億ってのも結構すごいですけどね。以上のものは紹介しましたんで、で、一旦 J リートの方に話を移しましてですね、見ていきたいということなんですが、J リートは一度、この投資信託を考える第13回、14回あたりで、話をしておりまして、13回の方で、リートそのものの基本的な情報、まあ、こういう風な、仕組みになっているんだということをお伝えしております。で、14回の方で、まあ、13年だか上位の3銘柄を、リートファンドのね、J リートファンドの、残高上位を3つ、さらっと紹介してるんですが、一応今回は、J リート市場の全体像を見てみるということで、特にマイナス金利導入後のリート市場をさらっと見ていきたいなと。で、ストックステーションの動画で話したように、一回一回の動画をなんとか短く収めたいという最近の思いがありますんで、あんまり内容量は、ボリュームは少なくね、実際はこうなのねというところを改めて確認したいなと思ったところをですね、資料としてまとめています。ということで早速中身見ていきますが、まず今の J リート市場、まあどういう市場の規模っていうのはどんなもんなのかっていうのは結構個人的には気になったところでして、なんか知っているようで知らないっていうのがこの、まあ、J リートの市場かなと思ったんで。で、時価総額が11兆7673億ということなんですよ。で、まあこれがどれぐらいなのっていうところ、次の資料でちょっと比較できるようなところは作ってるんですが、まあまあですよね、11兆あればね。ということです。で、今の平均分配金利回り、これが9月30日現在ですね。時価総額も、分配金利回り9月30日現在ですが、3.55% と、高いですよねっていうのがリートの売りですから、もう確かに高いと。いうことです。で、売買代金、1日の売買代金が318億円ぐらい。これは10月7日のデータですね。で、リートの銘柄数が56銘柄ということになってます。最近もポコポコね、新規上場のものが出てきてるんで、大江戸温泉とか、出てきてますんでね。で、比較的少額からも買えるものがありますよというのがリートの売りですから、最低購入金額、売買単位が一番小さいものが58,500円のインビジブル投資法人ということで言いにくいですね。で、インビジブルと見えるということですか？なんかよくわかんないですけど。はい。で、一番購入単位が高いのが星野リゾートですね。126万6千円からということで結構高いですよね。あれぐらいですか？ストリとかほどじゃないですけどね。まあ高いものもあるんだということですね。で、ちなみに、
日銀の J リートの購入っていうところがポイントなんだよということを13回の、動画の中で話しました。で、毎回とか買うときは12億円だけ買うっていう、まあ、ルールらしいんですね、今のところね。で、ちょっとどういうルールで買ってんのかあんまり見てないんですけど、あれですかね、また 5%、0.5% 下がったら買うとかいうことなのかどうかわかんないですけど、とりあえず、年初から10月7日現在まで、の J リートの購入額約700億円、700億円弱だったと思ったんですが、まあ、ほぼほぼ700億円ぐらい買ってます。ということは、このペースでいくと、だいたい、今年1年で1000億円ぐらい買うのかなっていうようなところだと思うんですね。まあ弱ぐらいですかね。1000億円弱。4分の3過ぎてますから。とすると、まあ時価総額の 1% 弱。1%、まあ 1% いかないぐらいですね。を買うことになると。ということで。まあ、そこまでのインパクトはないのかもしれないですね。やっぱり ETF 買いとかと比べると。ただまあ、リートはすごいね、あんまり下がるようだと、ちょっと購入額を日銀の方も変えてくるのかもしれないですが。まあ、というところですね。まあ、なので、そこまで日銀の買いに今のところは期待できないのかな、というところです。下支えにはある程度はなるんでしょうけど。で、投資部門別の売買動向のシェア、1位は外国人投資家なんですね。これもね。個人投資家結局そんなに買ってないっていう話なんですよ。で、60% ぐらいがだいたい、外国人投資家です。59.何%でしたね。8月の、月間の売買動向を見ると。で、J リートの時価総額は、まあ、実際どれくらいなのかと、もうさっき見ましたけど、11兆っていうのがどれくらいなのかというと、新興市場、マザーズとジャスダックを合わせた、規模と同じぐらいですね。マザーズとジャスダック、スタンダードグロスを合わせた規模と同じぐらいです。で、まあ、東証一部の時価総額は500兆にちょうどいかない499兆いくらですから、まあ、それと比べると小さいですけど、まあ、マザーズ・ジャスダックの市場規模と同じぐらいなんだなぁと思うと、まあ、それなりにあるのかなっていうような気はしますよね。で、1日の売買代金、見ました、318億円っていうのが、まあ、大体、ジャスダックよりちょっと多いかなっていうぐらい。で、マザーズよりも、だいぶ少ないんですよね。マザーズの3分の1ぐらい。なってます。新興市場はやっぱり、どっちかというとジャスダックよりマザーズの方が活況ですから、今。そう思うと、そんなもんかっていう感じですね。東証一部がだいたい1兆、7000億円ぐらいですか、最近。まあ、なので、それと比べちゃうと、ね、少ないですね。もうちょっと活況になると面白いかなと思いますけど。まあ、そんな、リート市場の今の、状況ざっくりお伝えしました。で、これがですね、マイナス金利導入後どうなっているのかって話なんですけど、マイナス金利導入後、まあね、マイナス金利を導入すると日本、不動産業界にとって非常に活況な動きになるんじゃないかというような話もありましたが、まあこんな感じです。横ばいで、まあなだらかに下がってきているのかなっていうぐらいな感じですけど、ここがまあ2月12日の下げですよね。で、ここが有利出すでしょうかね。
まあ、なので大きく下げたところはまあそれはそれでちょっと置いといて、ただまあ戻るんですよね、しっかりね。そこが多分他の株価指数との大きな違いなのかなと思うんですよ。しっかり下げる前まで戻ってくるので、そういう意味では一気に下がるとか、そういうこうクライシスが起こるような場面では、まあ一旦影響を受けるもののすぐ戻るっていう強みがあるというのが、Jリートなのかなと思います。で、じゃあ株価と比べてどうなのかっていうところを見たいわけなんですが、これも1月29日、前の月に導入発表した日なんで、その日の終わりね、発表前ですよね。との比較です。で、やっぱりトピックスなんかと比べると、マイナス金利導入のを受けて、こうすぐ上がる、なんですか、上げ方結構確かに大きいんですよね。マイナス金利の恩恵を受けやすいのかなっていう市場の判断はやっぱりあって、ここは大きいと。で、この辺の、年初の年初じゃない、2月の下げ幅もそこまで大きくないということで、ここでもう10ポイントぐらい差開いてるんですよね。っていう感じなので、確かに安定性あんだなっていうようなことは思われますね。思われず感じ取れるというか、見て取れるわけですよ。で、結局その10ポイントくらいの差をまあ広げたり縮めたりしながら、結局それぐらい差がついたまま、今まで来ていると。10月7日現在ですけど、これも一番右端は。っていう形で来ているわけですね。やっぱ戻す、ここの下がった部分から、ここの、ここまで戻すので、やっぱり時間かかってるんですけど、ここすぐ戻っちゃいますもんね。ここもそうですけど、すぐ戻すと。で、ここをやっぱり戻すまで時間かかるんで、そういう、違いはあるのかなっていう感じです。じゃあ、次、今回スライド少ないんで、次最後のスライドになりますけど、不動産業界も当然そのマイナス金利の恩恵を受けると言われてきましたんで、不動産の株そのものも。じゃあ、リートを買うより、不動産の銘柄買えばいいんじゃないのかっていう、ところもあったわけですが、それはどうなのかということで、業種別の不動産の指数と比べてみるということで、同じように1月29日を100として、業種別株価指数の不動産と比べてます。で、濃い青が、東証リート指数で、水色がトピックスで、緑色が、不動産指数の株価指数ですね。と比べてみますとですよ、不動産一番悪いですね。で、トピックスはやっぱりその後半 ETF 買いをトピックスの方をちょっと重くすると、ウェイトを重くするって話もあって、日経平均よりもトピックスの方が戻りが今早いっていう風な話も出てますけど、その通りトピックスが、ここもとは一番堅調かなと、硬い動きかなっていう感じ。で、不動産逆に、緩やかに下がってきちゃっていると。まあ、リートもちょっとそれに釣られてますけどね。っていうところで、確かにリートが一番いい良さげだなと。結構差開いてるの。20ポイントくらい差開いちゃってるんで。そう見ると、なるほど、確かにリートは悪くないんだなというような感じですね。と
いうところで、リートの良さを改めて感じていただけたかなというのが今回の話です。さあ、不動産株が悪いのかっちゃうと、どうなんでしょうね。はい。ということで、まあ、その、長短金利うんぬんって話は最近出てるんで、どういうふうに、動いていくかっていうのは今後も見なきゃいけないんですけど、まあ、そんな形でご質問ご要望ご依頼。質問引き続き、受け付けておりますので、でご依頼等々も、自由にいただければ、なぁと思っております。で、こういう内容のものをやってほしいということがあれば、為替をやる動画がないんで、ちょっとどうしようかなと思ってですね、債券の目の動画を最近更新してないんで、そっちで為替の話をしようかなとも思ってますが、とりあえず、まあ何でも結構ですんで、こちらのアドレスか、ツイッターか、あとコメント、動画のコメントの方に入れていただいても結構です。ということで、Jリートについてザクッと私が気になっていたところを中心にですね、まとめました。マイナス金利の後どうなったの、どうだったのかっていうところとか、不動産株の方がいいんじゃないかっていうのもちょっと気になってたんで、その辺を中心に。で、あと、あんまり気にしなかった、Jリート市場全体動向。思ったより大きい市場なのかなって個人的には思ったんですけど、で、意外と外国人買ってんだなって思うと、ね、それ、あんだけその、ね、不動産を購入するのが高いから、リートに投資した方がいいんだって話だったら、日本人結局全然買ってねえじゃないかってね。話なんで。まあ、大体その不動産、日本人その、ね、自分で土地建物持ったりしたら、別にそれ以上買う必要ないじゃないかっていうこともあるのかもしれないですけどね、その、資産の。三分法とか四分法だか、あれですけど、っていう話からすると。まあ、なので、ただ、まあ、投資の一つとしてね、その資産を持つっていうことだと、確かにこれ以上不動産いらんって話かもしれないですけど、ね、投資として持つということだと、資産に組み入れてもいいのかなというようなところかなと思います。で、一応今の予定では、次回は、J リートファンドとか、J リートを、一応 ETF もさらっと振ります。だから ETF と J リートの個別の銘柄そのものはストックステーションの方で話をしたいなと思ってるんで、気になってるのは、複合型の、リートの個別銘柄を買った方がいいのか、J リートファンドで分散させる方がいいのかっていうの、どっちがいいのかっていうのちょっと気になってるんで、その辺の話も、したいなと思ってます。はい。ということで、投資信託を考える第34回、以上で終わりたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。